どうも、うずです。本日は、去年の年末に、ちょこちょこと動画を上げていた、外で使える端末、コンピューターですね。外で作業用のコンピューターを考えていて、最初、マイクロソフトの、Surface Book と、MacBook だね。まあ、今までもずっと MacBook Pro を使い続けていたので、MacBook Pro を、新規で考えるか。という話を動画でアップしまして、でそれをアップした時は本当にサーフェスブック、めちゃくちゃサーフェスブックがいいかなと思っていたんですよ。実際 Windows 機でね、普段動画編集を、自宅の Windows 機デスクトップパソコンでやってますから、Windows のサーフェスブックが一番いいんじゃないかなって思った時もありました。ただサーフェスブックに関しては、その後年末に、秋葉原じゃない、上野のヨドバシカメラを訪れて、結構こう、触って店頭でね、触っていろいろ試していたんですが、物としては間違いなくすごくいいものなんです。性能も高いですし。ところが、ヒンジの部分ですね、このヒンジの部分のこの U の字になって、この開く空間が、個人的にちょっとすごく嫌で、やめました。サーフェスブックは結構早々に、候補から外れました。で、次に、来たのが、レイザー、こういった電子デバイスツール。パソコン用のツールを販売しているレイザーなんですが、レイザーからかっこいいノートパソコンが出ていて、レイザーブレイドってシリーズの、ステルスが、MacBook Pro に似ていて、その持ち運びもできて性能も高いっていうところで、でデザインもかっこいい、まあ、これがいいんじゃないかなと思って、でこれも、都内行った時に秋葉原のつくも電機の1階地下1階にショップがあって、実際店頭で見てきました。でこれは店頭で見たら余計にちょっとかっこよさが際立っていていいなと思ったんですけど、これもですね、天板触ってると天板にすごい指紋がつきやすい、ネットで散々言われてたんですけどね、実際試したらすごいベタベタ指紋がついてしまったりとか、まああとは電池の持ちはいいとは書いてあったんですけど、スペック上ただちょっとね心配なところがあったり、あとは使ってるユーザーがやっぱり少ない、他の人が持ってないものを使うっていう、なんかちょっと 美学的な、ね、ものもあると思うんですが、やっぱり作業用でメインで使う外の持ち運び用コンピューターという形では、なんか困った時にはそのね、なんかコミュニティがしっかりしているものがやっぱいいんじゃないかなということを考えてしまって、レイザーブレイドステルスはやめました。これ直前まで悩みました。じゃあ結局うずさんどうしたんだよと、もうここに置いてありますよね。結果はこれですよ。まあ、結局多くの方が、やっぱりそれかというところでございます。 MacBook Pro、今回私が使おうと決めたのは MacBook Pro の13インチモデルで、512GB のストレージのカスタムなしです、のタイプを用意しました。で、案の定この Adobe のね、 Adobe のソフトも快適に動きますし、かなりもうなんかすごいですね、すごい使い勝手がいいです。ちょっと使い勝手の面はね、後日あげる、またこちらの使った感覚の感想の話をあげたいと思うので今回ちょっと省くんですが、あ、そうだそうだ、そういえばもう一個あった、もう一個候補が実際ありまして、ASUS っていう台湾のメーカーの ZenBook3、これもかなり候補としてはいいかなと思ったんですが、ASUS の ZenBook3 はデザインがそのまま MacBook Pro と同じなんですよ。ほとんど ASUS のロゴが入ったり、カラーをちょっと変えたり縁取りしたりとかして結構かっこいいデザインになってるんですが、作り全体を見ると MacBook の作りを丸ごとパクったって言っていいようなレベルの作り方なんですね。でそれを考えちゃうとちょっと冷めてしまって、 ASUS ZenBook3 いいノートパソコンなんですが、省きました、除外しました、候補から。でただ今回私は MacBook Pro の、2017モデルに決めましたが、ただ、MacBook Pro が全体的にいいかというとそういう話ではなくて、使う方によっては分かれると思うんですよ。例えば私は全部ねマルチでやってるもの、ポップ作ったり、動画の制作したり、メールのやり取りしたり、あとはウェブでいろいろ閲覧したりっていうトータル作業を外ではこれを使ってやるわけで、その時にバランスが私にとっては MacBook Pro が、 Mac の OS が非常に使いやすいっていうことなんですが、例えば動画を外で専用でね編集する機会とか、ちょっとゲームを外でしたいとかなると、 Apple 製品より値段がやっぱり安いんですよ。で私が用意した今回のこのものよりコストパフォーマンスがいいものがいっぱいあって、 CPU の性能が純粋にこれより高かったり、これより安い価格でグラフィックカード積んでいたり、あとは各種ね、やっぱり不便なんですけど、正直これ後で話しますけど、やっぱり不便です。 MacBook Pro の外部端子、
その外部の端子に関しても Windows 機の方がやっぱり利便性が非常に高いです。で、選び方というのは人それぞれでいろいろ違うとは思うんですが、まあ、今回の動画では私が選択したのはやはり MacBook Pro だったというそういう報告の話でございます。で、すぐにまた上げると思うんですけど、次回MacBook Pro 2009年モデルと2017年モデルの、使ってみたね、素直なその変化の感想をあげたいと思います。すごい変わってるからね、まあ、人によってはね、MacBook Pro のよくほら2016モデル17モデルの比較動画ですみたいにやってる方がいらっしゃいますが、そんな風に買い替える方いませんから、実際ほとんどその一部のねクリエイトの方以外、大体の一般の方は普通7、8年、持てば10年ぐらい使っちゃうと思います。そういう方が買い替えるので、今回のその2009年モデルから2007年モデルへの変化っていうのは気にしてる方、ためになる方が多いんじゃないかと思いまして、やります。それこの後動画でやりますので、お楽しみにしておいてください。はい、普段からこんな感じでパソコン系の話だったり、あとはゲーム関係の話、カメラの話よくやってますので、他の動画もちょっと見ていただいて、初めて見たなっていう方で気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。あれ、そういえば今日あれだね、ちょっとソニーさんのロゴが入ったやつでやっちゃってたね。なんだろう、アップルの話をちょっとソニーのロゴ入ったやつでやってるとなんか問題になるかな。大丈夫だよね、結構前もやってるもんね。なんかね、ソニー製品でもね、新しいもの紹介したいよね。カメラ高いしな。